はい、主君こんばんはです。中学1年生ですね。文字式の表現の仕方と四則計算、それから、5人の、平均を求める、そんな問題をちょっとだけ拾い上げてきました。チェックをしてみたいと思います。文字式の表現の仕方ですが、ちょっと見てください。 A プラス M かける N、 この掛け算だけ省略することができるので掛け算を省略します。プラスのところは省略できないんだよね。ですのでこれは A はそのままプラス MN というね、掛け算を省略して表現すると終了、こういうことです。過去2番も割り算だよね。この割り算だけ省略いたします。割り算は割る数が分母に入ればよかったよね。ですので A 分の X-Y、 これで正解、こんな形ですね。さあ3番どうでしょう。割り算が2つ見えます。前半が4分の X、 後半はマイナス3分の Y となれば OK だよね。そうすると4分の X マイナス3分の Y、 これで完成、こんな形でありますね。さあそしたら四則計算、これも4台しか用意してないんですけど確認しましょうね。まずこの中括弧の中が先です。小括弧、中括弧、まず出てこないけど大括弧というのがあります。ここまでは使うと思いますね。この中括弧の中身を括弧を開けます。マイナス 2× マイナス4、括弧の前がマイナスですから符号を変えますね。プラス7、括弧の中が先ですのでここがプラス3になりますよね。マイナス4プラス7ですので、2×3、マイナス1個あるのでマイナス6というのが答えになります。ここが割り算があります。割り算が先なのでマイナス6はそのまま割った答えマイナス4になりますよね。括弧を外しましょう。マイナス6マイナス4となるのでマイナス10とくればバッチリ。3番です。ここの掛け算がポイントです。そうするとマイナス5マイナス2かけるマイナス8、つまりプラスですよね。プラス2816、括弧を開けましょう。括弧の前プラスですからそのままのマイナスで開けてくれればいいよね。とマイナス同士の計算がマイナス12になります。プラス16ですのでプラス4という形になりますね。はい、割り算があってここにも割り算があります。この答えを出して足すこの答え、こういうことですね。マイナス3足すプラス8ですのでマイナス3プラス8ですよね。ですのでプラス5、あるいはただの5というのが正解になるわけだね。はい、最後に5人の平均体重を出す求め方、ちょっとチェックをしておこうと思います。A、B、C で E 君の5人の体重から45キロを引いた数字が出ています。じゃあ実際の体重をちょっと出してみましょうか。 A 君はマイナス4、こっちの方が分かりやすいですかね。 C 君は45キロより2キロ多いということであります。ですので47キロ、 B 君は3キロ多いわけだから48キロ、E 君は7キロ多いので52キロになりますよね。ということは A 君4キロ少ないわけだから51キロ、 B 君は2キロ少ないので41キロ、そして B 君は2キロ少ないから43キロ、こんな形で実際の体重が出すことはできるね。では D 君から A 君を引いたら何キロになるのかな。48-41ですので 7kg と書いたら OK だよね。5人の平均は基準がもしあったら基準の体重にデコボコの平均ね、デコボコの平均、これを足すと出すことが可能です。基準の体重は45kg ですから45足すデコボコです。マイナス4マイナス2プラス2プラス3プラス7割る5ですね。
これで可能性じゃなくて体重の5人の平均を出すことができるんです。括弧の中身だけ確認してしまいましょう。これがマイナス6、そしてこっちがですね、12プラスのということはプラス6ってことですよね。ですので45プラス6割る5ということになりました。45プラス 1.2 となるので 46.2kg というのがこの5人の平均値になる、こういうことですね。もう一度、基準がある時の平均値の求め方、基準にデコボコの平均、これを足してあげると出すことができるんだね。はい、次の8日ですね、土曜日は Q&A が、夕方5時から7時まであります。ぜひよくうまいことを使ってみてくださいね。そして夏季講習もどうぞ申し込んでいただければと思います。さあこの夏ちょっと頑張っちゃってですね、偏差値、いい偏差値取ってみようじゃありませんかね。頑張りましょう。では